アイテム番号 SCP-112JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、 SCP-112JP の保管にはロボットアーム制御室を備えたサイト8105の縦 10m×横 8.5m の収容室が使用され、2人以上の武装した警備員によって常に監視されます。すべての職員の収容室への侵入は制限されており、 SCP-112JP の実験及び保守作業には設置されている精密マニピュレーター付きロボットアーム2組を使用してください。 SCP-112JP は収容室の床面に描かれた直径 7.3 メートルの円状のセーフティーラインの中心に設置された、直径60センチメートル×高さ90センチメートルの台座に真空吸盤で固定されます。SCP-112JP を使用する実験には、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員2人以上の承認が必要です。すべての SCP-112JPA は、サイト8105の倉庫 C に収容され、必要に応じて適切な防腐処理が施されます。説明、SCP-112JP は、ナポリタンをかたどった彫像で、主にポリ塩化ビニルで構成されています。SCP-112JP の周囲約 3.6 メートル以内に侵入した有機物と液体は、その形状を保ったまま瞬間的にポリ塩化ビニルへと変質し固化します。この現象は非可逆性で、効果の範囲外に出ても、変質した物質は元には戻りません。SCP-112JP と同時に、SCP-112JPA と定義される彫像群が発見、回収されています。すべての SCP-112JPA の一覧と詳細に関しては、記録文書、SCP-112JPA を参照してください。記録文書、SCP-112JPA からの抜粋。サンプル名、テーブルセット C 木製に見えるテーブル1脚と椅子2脚。テーブルセットとして機能するだけの強度をかろうじて維持していた。客席スペースのほぼ中央に配置されており、SCP-112JP が置かれ、男性 A が座っていた。食品 A オムライス。成人女性 A が注文したと思われる。食べかけで、半分ほどに減っている。食品 B 生姜焼き定食。食品 A の向かい側に置かれており、成人男性 B が注文したと思われる。ライス、生姜焼きともにわずかに残っているのみである。食品 C カツカレー。成人男性 C が注文したと思われる。カツの残りは4切れ。食品 B から G 水と氷の入ったグラス。結露した水滴まで表現されている。SCP-112JP と食品 A から C の側に置かれており、水の量はそれぞれ異なっている。男性 A 38歳会社員、テーブルセット C に座り、SCP-112JP のフォーク部分を握手していた。女性 A 24歳会社員、窓際に置かれたテーブル席 B に座っていた。男性 B 19歳学生、女性 A の向かいの席に座っていた。男性 C 69歳自営業、発見時は奥手にあるカウンター席の端に座っており、顔は女性 B の方を向いていた。女性 B 18歳、SCP-112JP が発見された店の店員、カウンター席近くに立っており、男性 C の方を向いていた。顔の表情は笑っているように見える。男性 C 47歳。SCP-112JP が発見された店の主人。厨房の入り口付近に立っていた。調査の結果、後頭部と背部。右下肢は通常の人体組織と確認された。女性 C 52歳主婦。知人2人と共に店を訪れた。入り口近くに倒れており。頭部と上腕部は破損していた。調査の結果、左脚部は通常の人体組織と確認された。男性 D 28歳救急隊員、女性 C の知人による通報で現場に駆けつけ、
発見時は入り口近くに右膝をついて座っていた。調査の結果、胴部と脚部の大部分は通常の人体組織と確認された。SCP-112-JP は、2000年9月、日の13時20分頃に発せられた119番通報と、その後の異常な消防救急無線を捕捉した財団によって、と、区の飲食店の店内で発見されました。事件当日に店を利用した客への聞き取り調査では、12時45分頃までは特に異常がなかったことが判明しています。SCP-112-JP に関わる一連の事件はガス漏れによる中毒事故に偽装され、関与した消防、警察関係者や遺族は、事情聴取の高クラス B 記憶処理が施されました。SCP-112-JP は、水の入ったグラスを持ったロボットアームによる効果範囲の計測や、単純な移動実験等の現地検証でその性質が特定されると、セーフアイテムへと分類されました。2000年、月、日、不発弾の処理を装って近隣住民を避難させた後、SCP-112-JP は無人探査ロボットにより店舗から搬出され、ヘリコプターによる空輸でサイト8105へと収容されました。内装の大部分に SCP-112-JP の影響を受けていた発見場所の店舗は、隠匿のため財団の建設部門によって解体されました。